りついて悲しいのは裾上げをしてもらう時サイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあれば。FMYY をお聞きの皆さんこんにちは。街ブラ、人と街と暮らしを探る、3ヶ月ぶりにスタジオから今日はお送りします。そしていつもの通り MC は私あっちゃんとミキサーのまなぶくん、はい、そして今日はなんと8ヶ月ぶりにまきちゃんが帰ってきてくれました。お久しぶりです。やっと会えました。本当に、ね、はい、会いたかったわ。会いたかったねねえ、もうすっかり秋になってしまって、ね、涼しくなりましたね。ねえ、朝はよく寝れるわだんだん起きるのが辛くなる時期なんですけど、ね、お二人にお聞きしていいかな。はい、秋というと何を思い浮かべますか。はい、まなぶくんからどうぞ。やっぱりあの食欲の秋でしょ。ああ、はい、美味しいですよね、何でもね。何でも美味しい、うん、じゃあまきちゃんは一緒やわね、ストレス溜まったら美味しいもん食べて乗り切ろうとか思うから秋やからってわけじゃないけど、うん、ね、そうやね、美味しいもんいいですね秋はね。本当やね、はい、私もね、あのチョコレートとかモンブランのケーキが食べたくなるのよ。そういうこと、そういうこと、ね、そう、それプラス私ね、なぜかね秋は映画が見たくなる。でね、ついねこの間も行ってきたんです、実は。どこの場所かというと、はい、港川公園の半地下にあるところ。見たことあるでしょうかね皆さん。あ、坂道下ったちょっと下ったところ、そうそうそう、その名もパルシネマ新公園。はい、ここはね通常でも2本建てで1300円で映画がたっぷり見れるんですよ。でね、映画の日はねなんと1000円で2本見れますからね、もう本当お得で、はい、それでもうそこのね支配人さんに一度私も前からお会いしたいと思っていまして、先ほどパルシネマ新公園の、支配人さんでいらっしゃいます小山武史さんに取材させていただきました。その模様はこの後すぐです。それでは早速パルシネマ新公園支配人小山武史さんのインタビューをお聞きください。今日はパルシネマ新公園さんにお邪魔しています。支配人の小山武史さん、私前から一度お話をお聞きしたいと思っておりまして、今日はそれが叶ってとても嬉しいです。本日お忙しいところありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。早速なんですけども、パルシネマ新公園さんはいつ頃からこちらで営業されてるんでしょうか。現在のこちらの場所での営業は1971年の1月1日から元旦スタートから開館してますね。はい、ですので来年の元旦、もうすぐですけれども、で、おかげさまで50周年になります。すごい、来年はじゃあもう盛大に、まあこんな時期ですけど何かしらは、はい、したいと今はちょっと考えてますので、はい、もう50年前私は生まれてましたけども、うん、私は生まれておりませんね全く、はい、じゃあ小山さんで何代目になられるんですか。私は3代目ですね。祖父がこの映画館を始めて、でまあ、先代の父が、一番、営業して、まあ、運営ですね、運営してた時期が長くて、で私がその次という形になります。はい、たけしさんご自身はじゃあ何年前から。私は映画館で働き始めたのはもう10年ぐらいにはなりますね。はい、でそこから、まあ、最初は支配人として、まあ、番組の編成以外のことをやってましたので、劇場の、まあ、運営というか、まあ、こうどうした方がいい、もうちょっとこうやった方がいいとかいろいろあって、で編成自体は6年ですかね、6年前に、完全にその運営も全部先代の父と交代して
受けましたので、6年ぐらい前から、確か6年ぐらい前だったと思います。はい、はい、そこでからも番組の編成もしております、全部すべて。はい、じゃあ子供さんの頃からもう映画には馴染んでらしたんですか？いや、そこまでではないですね。あの、たまに、まあ、いろんな映画やってましたので、あの、アクション映画とかヒューマンとかも。で、まあ、子供でも分かるような映画の時は、あの、連れてきてもらって見てました。なので、そんなに、まあ、いつ来てた、あの、映画見てたとか、そういう環境ではなかったですね。はい。で、あの、失礼ですけど、阪神淡路大震災の頃はおいくつぐらいでいらっしゃいましたか？10歳でしたので小学4年生ですね。はい。当時のことって覚えてらっしゃいますか？そうですね、もちろん覚えてます。まだ鮮明に5時46分でしたっけですかね。はい、覚えてますね。ただ、まあ、ただまあ家の方のことですけれども、私は。はい、そうですね。その頃はこのパルシネマさんも大変だったんじゃないでしょうか？そうですね、もちろんもうその日から休館にはしてましたけれども、なんか幸いその大きな、なんて言うんでしょう、被害というものが、もう例えば映写機がもう壊れたりとか、もう劇場自体がもう潰れたりとかはありませんでしたので、一応幸いにも約2ヶ月後に再開することはできたようです。はい。そんなに早く再開できたんですね。そうですね、まあ、しばらくお休みしますという紙を入り口のシャッターのところにどうも先代の地が貼ったんですけれども、そこにいっぱい応援の言葉とかお客様が多分来ていただいたんですね、やってるかなという感じ でそういう方のメッセージがすごくたくさんいただいて、でそれで先代の父も、まあ、これはちょっと早く開けれるのであれば開けなければという気持ちになったと聞いてます。はい、そうですね。映画ファンの方の力というかすごく多くいらっしゃるんですね。やっぱり早く見たいなってで、なんとか続けてほしいっていう思いですよね。はい、なかなかね、町の方ではもう完全にもう全開になってしまった映画館とかもありましたので、そうなんですよ。やっぱり、まあ、運営できる幸い動かせる劇場ではあったので、そこはちょっとでも早くで、1本目の映画がちょっとその時のその運営再開後の1本の映画が確かね、7人の侍だったような気がしますね。はい、黒沢監督の、そうですね、七人の侍からスタートしてます。はい、そうです。この第一作目ですか？3月15日に営業を再開したので、まあ、約2ヶ月後なんですけど、そうですね、1月17日から、はい、2ヶ月後で、そうですね。当時の皆さんにとってはもう光だったんじゃないでしょうかね。おそらくそうだと思いますね。私ももしお客さん側からしたらやっぱり早く見たいっていうところはあったと思います。なんで今年ね、まあ、自信はないですけれども、もう本当すべての映画館が1ヶ月半ぐらいまで1ヶ月半近くね閉めましたけれども、やっぱりすごいたくさんのいろいろ休館前とかもたくさん温かいお言葉とかメールとか連絡いただきましたので、多分同じ気持ちだったんじゃないかなっていうのは感じましたね。そうですよね。今年に入ってから、まあ、コロナがだんだんと広がり始めて、映画見に行きたいけどなかなかちょっと行きにくいなっていうお客様もね、いらしたかと思うんですよね。そうですね。今もやっぱり館で、まあ、営業再開したのが5月の28日なので、6、7、8、9、今で4ヶ月は過ぎたんですけれども、やっぱりまだ全然お客様、全てのお客様戻って来てはおりませんので、はい、やっぱりちょっといつもこうお話ししてる方の顔とかはもうずいぶん見ていないというか、半年以上やっぱりちょっとお顔見てないというところもありますので、まあ、そういう意味ではちょっと心配ですし、まあね、元気にされてるんだったら、まあまあ、今はちょっと控えていただいて、もしねご心配でしたらまたね、もうちょっとこう状況が良くなってから戻ってきていただければ嬉しいなと思ってます。もう常連さんのお顔を全てもう把握してらっしゃるんですね。ね、全員ではないんですけれども、大体はい、もうお話よくされる方とか、でなくても、まあ、やっぱり毎回来ていただいている方はもう、はい、覚えてますね。はい。神戸は映画の街ということで、淀川長治さん、神戸の方なんですよね。この地で映画館を、まあ、ずっと続けてらっしゃる
まあ、おじい様からお父様、そして、小山武さんへと3代に続いて新開地で続けてらっしゃるその映画館への思いっていうのは何かあるありですか？映画館、そうですね、まあ、私もともとその映画館を継ぐという考えはなかったんですよ。そんなに、はい、まあ、祖父が始めて、でその後もうほとんど父が先代が35年以上してましたの でただそこでその後を継ぐとかはあまり考えてなかったんですけれども、まあそうですね。それで正直その淀川さんが新開地出身というぐらいしかちょっと知らなくて、で神戸が映画発祥とかも知らなかったですし、昔はその何十館も新開地に映画館があったっていうのも正直そんなに詳しくなかったんです。やっぱり映画館に携わり始めてから知ったというところがあって、でまあなんかその他の劇、この町の歴史はちょっとあまり知らなかったんですけど、まああの継ぐ、後を継ぐ考えがなかった時に、まあ、あのちょこちょこ、まあ、映画はあの以前からたまにこう見に来てましたけれども、まあ、その時に、まあ、結構お客さん来ていただいてて、で、まあ、父ももうそろそろちょっと年齢的に引退したいというふうな話聞いてて、で私もまあ別の仕事してましたけど、あということはもうそのままも閉館になっちゃうんですよね、そのままで。はい。なので、ああそれはちょっともったいないなという、これだけたくさん映画好きな方が来て毎回ね来ていただいてるのでっていうところからちょっといろいろ考えてやろうかなというふうに思いましたね。なので、映画の、新開地の映画事情は正直その後から知りました。あ、すごい、新開地、あ、そうだったんだ、そんなに映画館あったんだ、みたいなのを。で、まあちょっとこう、昔の写真とか見て、あ、こんなにあったんだな、みたいなのも、ずらーっと並んでるんですよね、映画館が昔は。多分30件、40件ですかね、すごい数があったらしいので、はい、一度その時代ちょっと一回戻ってみたいですね。タイムスリップしたいですよね。ね、一回見てみたいですね。なんかそんなに、はい。はい。私こちらにお邪魔したのはすいません2年ほど前で、はい、昔のことは私もあんまり存じ上げないんですけど、初めて来た時に2回目のお昼からの映画の最初に小山さんが映画の解説と予告を前でお客様にお話してくださるんですよね。それがねすごくこう簡潔で分かりやすくて、いやこの方司会者か何かされてたのかなっていう感じを受けたんですけど、前説っていうふうに言われてるんですけど、よく、はい、お昼の、上映前の前説ですね、休憩の終わり頃に、はい、まあ、それは先代の時から始めてて、すごくいい、やっぱり評判というかお客様のあれを参考に前説参考にちょっとこう選んでますっていう方も多かったので、多く聞いてましたので、もちろんそのまま引き続きしてましたし、まあ私なりにちょっとアレンジ加えたりとかちょっとしたりして、で、まあ、簡潔にどんな点がおすすめだったとか、そう実は地味ですけどみたいな感じとか言ったりとかはして、あとはまあそうですね、あー前説、まあ、そのね、うまく言えるときとうまく言えないときがあるので、たまにあるんですよ、その作品で。この作品は、うまく言えたら、その番組中ずっと毎日言えますんで、すごくこう自信を持って言えるんですけど、ちょっとなんかこう、まだバチッとハマるコメントというか、そういうのが、はい、結局ないまま終わってしまうときもあるので、なかなかちょっとうまく伝わったかなって思うときもありますし、ちょっと割とこう、完成度はばらつきがございます。とんでもないです。もうすごく素晴らしくて、あこんな風に言えるってすごいなって私思ってました。あと映画が終わった後に出てから必ず お見送りっていうんですかしてくださるんですよね。それに私とても感動したんですけど。本当ですか。いや、まあ、それはまあ当たり前というか、そうですね。まあ、あまり意識したことはなかったんですけど、まあ、私はもうね、ここでお見送りして、で、まあ、その時に、まあ、いろいろ感想をいただいたりとか、質問とかいただいたりとかしてますね。あとは、なんか、これはちょっと、私に合わなかったわっていう声も聞きますので、ああ、なるほど、とか思って、いろいろそこでやっぱりいろんな意見をお話し聞かせてもらうので、非常にその時間はとても貴重な、時間になってますね。すごく勉強家ですよね。
いや、勉強といいますか、まあ、今後の参考には非常になりますので、あ、うちのお客様はこういうのを好まれるんだなとか、あ、こういう見方もあるんだなっていうのは、もう皆さんそれぞれ別ですので、そこはちょっと面白いですね。なんかこう、同じどれだけいい映画でも、100人の方が全員がいいっていう映画は多分存在しないと思うんですよ。なので、そういうちょっと合わなかった、どういうとこが合わなかったかとか、逆にものすごくこういうところに共感したっていうお話は本当に楽しいですね、聞いてて。はい、なんかご希望の方には映写室をなんか見せていただけるようなことをちらっとホームページでしたかね、ね、お見かけしたんですけれども、はい、まあ、そこのロビーにも貼ってあるんですけれども、はい、希望の方には、この、上映中に一緒にご案内する形で、昔からちょっとたまにやってたんですけれども、その、言ってくださった方には、もともとそういうの貼ってなくて、どうしても見たいんですって方には一緒にご案内してたんですけど、まあ、いつ、数年前ぐらいから、貼り出してホームページを載せて、まあ、ご来場いただいた方の中で、ご希望の方にはっていう、なかなかね、映写室見学っていうのはしておりませんので、どこも、はい、一緒に上がって、まあ、ちょっと注意しながらしっかり、はい、まあ、上映に影響のないところでご案内はしてます。はい、映画ファンにはたまらないですよね。そうですね、本当に、まあ、こう見学できるって聞いたんですけどっていうふうに、はい、おっしゃってこられる方もいらっしゃいますので、はい、しっかりご案内してます。はい、全ての上映される映画は小山さんが事前に全部見ていらっしゃるんですか？そうですね、100% ではないですけど 99% はい、見ております。はい、まあ、見た上で内容も知った上で2本を組みます2本立てを編成しますので、なんかこう、そうですね、合う合わないが分からないと組めませんので、はい、すごい知識量ですよね。まあ、全部はそうですね、まあ、5年前にどの映画2本立てしたかっていうのは見ないと思い出せないですけど、はい、まあ、タイトル見たら、あ、これはこういう感じで組んだなっていうのは、はい、大体覚えてます。はい、その2本立てを組み合わせるときの何かこうこだわりってあるんでしょうか？そうですね、私は、その2本組むのにあたって、お互いの作品がその干渉しすぎないように、いい意味で干渉するなら全然いいんですけれどもね、そのお客様によってそれは受け止め方は全然違うので、なんとも全て統一では言えないんですけれども、2つの作品で、干渉しすぎるとちょっとこう、あとは競争し合うというか、そのどっちの方がいいとか悪いとか、そういう風につけるような組み立てにはしてないです。例えば、全く同じテーマでの2本立てっていうのは私はあまり組むようにはしていないですね。そうするとやっぱりどっちがいいかとか、なんか優劣をつけてしまうんですよね。別に優劣つけてもらうためにそれぞれの監督さんって映画作ったわけではないので、この映画に対抗して作ったとかそういうわけではないですし、それぞれやっぱりテーマは同じでも見せたいところは全然違うので、なのでできるだけそういうところはもうちょっと話したりして、かつそのこの2本立てバラバラすぎじゃないっていうところまでいかないようにしてます。はい、なのでこの2本見て、あ、いい2本だったねみたいな、それぞれがっていう感じで、あ、ちょっとこういうとこもつながりあったんかなみたいな感じで、ちょっとそういうのをイメージしながら組んでおりますね。だからたまに監督のつながりとかも、監督つながりだけでやってみたっていうのもありますし、あとはやっぱり、辛い、もう見てて結構ずしんとくる映画ってやっぱあるじゃないですか。まあ、戦争も、というか、まあ、歴史ものだったりとか、あると思うんですけど、そういうのの2本立てはできるだけしないです。一本そういうの映画、そういうちょっとグッと結構重い映画だったら、もう一つはちょっと多少明るめというか、まあちょっと救われるような映画とかで、ちょっとうまいこと合わせたりはするようにはしてます。はい。素晴らしいですね。もうそこまでこういろいろ考えて決めてらっしゃるんですね。結構お客様には言われますので、この2本立てはどういうつながりがあったのとか、そういうふうによく聞かれますので、まあ、ちゃんとご説明できるようには、はい、たまにありますけどね、全然つながりのない作品とかはあるんですよ。それは尺の長さとかによってやむを得ずこの2本でやりましたとか、上映時期がずっとずれてて遅れて、これ以上遅れるとちょっとまずいなっていうのもあるときは、もうポンとも出してしまったりとかするときはあります。はい、長い映画と短い映画でまとめたりとか、そういうのはありますね。はい、
先ほど少しお話出ましたけど、新型コロナ感染症の広がりで、どんな影響が一番困られましたか、困られたというか、影響を教えていただきたいです。そうですね、もう一番はお客様が戻ってきていただけてないことですよね。もうそこにもう尽きると思います。2月の中旬ぐらいからうちの方は影響が出始めてて、そうなんですよ。この番組でこのお客様の数はちょっとおかしいなって思い始めたんですよね。その時まだ多分日本に多分またダイヤモンドプリンセス号とか多分そのあたりだったと思うんですよね。だからそんなにこう中国でワッとなってたんですけど、日本に来る来ないとかではなかったと思うんですけど、なので私もちょっと意識があまり、高くなくて、で当時下旬ぐらいから2月下旬ぐらい、あれなんかちょっとおかしいぞというか、これもしかしてウイルスのせいかなと思い始めて、でも3月は結構どんどんやっぱ減ってきて、で4月の15日かなですかね、はい、に、休館が、他の劇場さんもそうですけど、ほぼそのあたりでしたけれどもありましたね。なんかそうですね。で一番今やっぱりね、そのお客様が戻ってきていただけないのはもう私たちの中ではそのやっぱりもう限界がありますので、できることっていうのは。なので今来ていただいている方に楽しんで、映画館はじゃあこんな状態でやってますよっていうのを、安心して見ていただける対策はもうできることはもう全部やった上で、で今来ていただける方にまだこれからも劇場をね、ご来場いただけるようにしてもらえる対策といいますか、ことはやっております。私もこの間映画見せていただいたんですけれども、お座席の方がちょっとこう2年前と違ってるなっていう印象なんですよね。はい、今まではね、白と赤の座席で、女性優先座席と白が一般座席っていう風に分けてましたけど、もう今は間隔席、一席間隔での座席まだやってますので、赤白って交代交代に設置して、はい、一席空けてるという状態ですね。はい、お隣が空いてるのでね、私たちにしたら荷物も置けるし楽ちん、こうゆったり見れるっていうのはあるんですけど、でも映画館の方からすると約半分ぐらいですよね。そうですね、 50% で運営再開時はやってまして、でその後、先月の後半から、ちょっとだけペア席っていうのを作って、で余ってた余剰席がちょっと使えない席というか、もったいない席があったんですよ。その感覚用にもならない席があったので、そこだけちょっとペア席にして、53% くらい50% を 53% 本当に気持ち上げただけで、基本的にはもう50、一席間隔の座席にはしてます。そっちの方がね、いいんですよ。私も映画見る側からすれば、お客さん側からすれば、一席絶対空いてるのはすごく安心感があります。別にこのウイルスどうかという問題ではなくて、ゆったり見たいじゃないですか。はい、そうですね、なんかこう自分の世界に浸れるというか。そうですね、確かにこう感覚ね、こうセパレートというか空いてますので、お客様とは。そうですね、ただ座席、その座席、今のその制限している座席の状態でいっぱいになることがまだほとんどありませんので、4ヶ月再開してから4ヶ月経ちましたけど、いやまだ数回ぐらいですね、そこまで満席になったのが。はい、なのでまだそれだけやっぱりお戻りになられてないお客様が結構いらっしゃるというところですね。私はすごく安心して見させていただきまして、ソーシャルディスタンスなんだなこれがっていう感じで、はい、見させていただきました。そうですね、実際にそうなんですよ。やっぱり今のその映画館がどういう形で運営されてるかっていうのは、来られたお客様はもう目の当たりにするじゃないですか。これなら全然来れるわっていう方が継続して来ていただいてるんですね。なので今のこの当館に限らず、他の映画館にも来られてない方は、正直一度なんかね、そのこういう状態でやってるんですよっていうのを、文章じゃなくてなんかこうね、写真とかでもいいので、絵とか動画とかでなんかこうお伝えできたら、多分それで、あ、これだったら大丈夫やんみたいな感じで来ていただける方は多いんじゃないかなと思うんですけど、なかなかそれをお伝えする方法が何もないというか、難しいですよね。ネットではね、上げることはできるんですけど、やっぱされてない方もいらっしゃるので、結構当番シニアの方も多いですし、なかなかそこが難しいですね。はい、こちらに、はい、T
シャツ、応援 T シャツ、劇場応援 T シャツ、はい、はい、とかあるんで、こちらの T シャツはどういう応援の、はい、映画館の休館が、なんとなくやっぱり世の中で出始めて、これ一旦休まなければいけないなって話になった時に、関西のもともと横のつながりがあった関西のミニシアターのグループというかあったんですけれども、でそこの映画館の中でこういう T シャツを作ろうみたいな、クラウドファンディングではないんですよ。もう単独で映画館、関西のミニシアターの、やりたいっていうその有志の映画館の人たちで、やった、立ち上げたものだったんですけど、まあ、立ち上げたというか、最初は3人の、元町映画館さん、大阪のシネヌーボーさん、で、京都南会館さん、こちらの女性支配人3人が、すぐに、アイディアを出されて、もうそこからが早かったですね。すごかったです。もう、やります。どうですか？参加しませんか？って手挙げた方たちで T シャツを作って、で、すぐに、ネットで販売ですね。その時は劇場にはやっぱ皆さん来られてなかったですので、ネットで販売して、なので、まあちょっと3000円というちょっと高めには設定させてもらって、まあその、3000円の分の、限界以外のところは劇場の運営費に当てさせていただきますというところがありました。はい。そうですね、本当にたくさんの、ご寄付というか、まあ、ご購入をいただいたので本当にありがたかったです。もう感謝以外の何問題もないですね、はい、それだけ映画ファンが多いという証拠ですよね。そうですね、本当にもうこれだけの方がその、まあ、心配してくださってる、応援してくださってるというのがもう分かりましたので、すごくこう休館中とかでも、もう次再開へのこの気持ちというか、もう多分との劇場も夢中も含めて多分強い思いでやっていけたと思います。はい、この秋ですね、10月1日からスタンプラリーのイベントもされるという、されてるんですね、今現在あります。はい、これはまたちょっと神戸市の中のミニシアターの、パルシネマと、当館ですね、あと元町映画館さんと、シネマ神戸さんと神戸アートビレッジセンターさんの4館プラス周りの飲食店さん、これも有志の飲食店さんになりますけど、映画と街を一緒に楽しんでもらおうというイベントで、もう毎年やってるんですけれども、今年はスタンプラリー方式にして、まあ、映画見てハングスタンプをして、飲食店とかでその一定条件を満たしてスタンプで、で5つ貯めて、消費グッズとか10個貯めて劇場鑑賞券とか、そういうのを楽しんでもらうイベントです。はい、私も参加させていただいて、劇場鑑賞券をぜひゲットしたいと、はい、狙ってます。飲食店をうまく使われるのがポイントかなと思いますね。映画館だけじゃなかなか難しいと思いますので、10ポイントは、はい、ではこれから新時代のパルシネマ振興園さんとしてやっていかれたいこと、何かあったら教えていただけますか。そうですね、以前からオールナイト上映というのを私の時から始めまして、好評でもう定着しつつあるんですね。今月もようやく久々コロナ再開後に1回やるんですけれども、まあ、それもちょっと引き続き継続していきたいですし、ちょっと何かこう映画館 その別の使い方とか、まあ、今までの上映はもちろんこれで続けていくもちろんつもりですし、なんかその間を縫って何かちょっと新しいことできないかなっていうのはちょっと常に考えています。はい、まだちょっと構想の案なので何ともですけれども、はい、そうですね。じゃあ最後に映画ファンの皆さんや、まあ、このラジオを聞いている FMYY のリスナーさんに向けて何か伝えたいことがあったらお願いします。そうですね、映画は映画館で見てくださいというところがもちろんあるんですけれども、まあ、今の、じゃあですね、なかなかこの今の時期ですね、ちょっと難しい時もあるかもしれないですけれども、まあ、一度その映画館の今の状況だけでもちょっとね、ちらっとこう見ていただいたりとかして、大丈夫そうでしたらぜひ足を運んでいただけたら嬉しいなと思っています。まあで来年になるかいつになるかわからないですけれども、まあ、しっかり社会の方がワクチンとかもねできたりして、普通の社会に戻った時にはより存分に映画館で映画を楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。はい、本日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。君を連れ去って夢の続き見せたくて
僕はもうここに全てをかける。突然の夕立、払い立ての街、乱反射する日差し、泣いて泣いてこっち向いて、きっとレインボー輝くから。この曲が流れてくるとそろそろエンディングの時間です。今日はパルシネマ新公演支配人の小山岳さんのお話をお届けしていますが、いかがでした、まきちゃん。はい、私普段あんまり映画館とか、はい、映画にあんまりこう興味がないっていう方なんですよ実は、うんうん、だけど、今その小山支配人さんの、うん、そのなんていう映画館の支配人さんの思いがすごくこう映画流してる映画に対してすごくこう思い入れがあるんだなっていうのがすごい伝わってきて、うん、そうなんですよ。だから、うん、どこの映画館でも一緒じゃないんだって思う。そう違うと思います、はい、ですね、うん、なんで深海地っていうその土地柄もあってちょっと何酔っ払いの人が多くて危ないところっていうイメージがあったけど、うん、ここの映画館はちょっと行ってみたいなって思いました。本当ぜひおすすめします、うん、はい、私もねこの映画館行かせていただいて、なんかこう全てのお客様に対するねこう配慮をね、うん、もういろんなところに感じるんですよね、うんうん、腰に当てるクッション、あやっぱり日本だけ塗るとねお尻痛くなるじゃないですか、ね、でもちゃんとねクッションも常備されていて、うん、今コロナになってからはもう座席はソーシャルディスタンスだし、うんうん、はい、換気ももちろん徹底されてますしね、うん、ロビーには何箇所もアルコール消毒を設置されていますので、うん、もう安心してぜひ足を運んでいただきたいと思います、ね、うん、スタンプラリーもなんか楽しそうですしね。あ、そうなんですよ、ね、11月1日までね、まだまだ間に合いますのでね、ぜひ行ってくださいね。はい、はい、お問い合わせの方はパルシネマ新公演で検索していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日取材させていただきましたパルシネマ新公演支配人小山岳さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも街ブラは輝く人街を応援します。それではブルームワークスタッチザレインボーを聞きながらお別れします。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。また来月も FMYY ホームページとポッドキャストでマチブラお楽しみに。僕はもうこの手離さない。FM, FM, FM, YY.